い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナオトです。今回は、ちょっと1年を振り返ってみて、ドイツ語レベルだったり、今次の目標なりを少し残そうかなって思って今この動画を撮ってます。はい。でドイツ語のレベルなんですけれども、スピーキング、この動画を撮り始める前 あのドイツ語のレベルが、僕は B1 を持ってなかったんですね。で今は B2 のスピーキングを受かったの でちょうど昨年 あの3月に撮り始めて、で動画はを撮り始めた当時が、B1 がなく、 B1 の試験を4月の終わりに受けて、でその時、全部受かったんですね。リーディングもライティングと、あとリスニングと、スピーキング4つ受かって、でその後に、12月年末は終わって、今年の1月の終わりにB2 の試験を受けまして、でその時は、スピーキングは取ったんですけれども、他スピーキングとライティングとあとリスニング、その3つの試験を受かったんですけれども、ライティングじゃなくてリーディングのモジュールがちょっとダメだったので、それ以外は今受かっているという状況ですね。で、なんでそこまで、そこまで上がったのか、早いのかわからないですけれども、1年間経って、上がったのはやっぱり、動画のこのスピーキング動画のおかげかとはわからないです。正直途中ちょっと撮れなかった時期もあって、でその撮れなかった時期っていうのはドイツ語の授業を受け始めた時期なんですね。でドイツ語の授業を確か6月から半年間週3で仕事後に6時から6時15分から8時45分までの月火水の週3を、6月から12月まで受けまして、で、それももちろんあったと思います。でやっぱり結局ドイツ語にどれだけ時間を費やしたかっていうことになってくるんだと思いますけど、このスピーキング動画もあったり、日記をドイツ語で書いてたり、特に B1 の試験の頃は本当に日記をドイツ語で書いてたのはライティングの、すごい助けになったのかなっていうふうには感じてます。今回の B2 の時も確かライティング自分で何かもともと頭に浮かんでたというか、頭で書いたことのあるテーマが確か試験問題で出たので、これはもうすぐスラスラ言えるとか、そういう、あとは書けるだったりっていう状況だったのかなっていうふうには思います。なのでこの1年間でもどうしてここまで B2 から B2 まで上がれたかっていうと、だからそんなに明確な答えはわからないんですけれども、いろんな本当に要素があると思っていて、でだからドイツ語に触れたり学習を継続できたのかなっていうふうには思ってます。でリーディング、結局まだ受かってないので、次の目標としてはリーディング、B2 のリーディングを4月の、後半に受ける予定 で B2 のリーディングを受けて、で C1 の試験もう今年は1回受けたいかなっていうふうには思ってます。だからC1 までとりあえずはドイツ語を取りたいと思っていまして、で、なんで C1 かっていうと、さっき今ちょうど379日目のドイツ語のスピーキング撮ったんですけど、ボルダリングについて話した動画を撮ったんですけど、まだ自分が満足できるぐらいにドイツ語が話せてないんですよね。で僕がイメージしてたし、 B2 っていうのが結構 B2 になると結構仕事も大丈夫だよみたいな風にも聞いていて、その働く最低レベルが B2 みたいな風に聞いていて、じゃあ B2 って結構話せるのかなって、いざ自分が、リーディングは受かってないんですけれども、スピーキングリスニングを受かった後に思うと、やっぱりまだまだ語彙力も足りないですし、仕事で、ある程度もしかしたら使えるぐらいには話せるのかもしれないですけど、もう少し自分の中のそのドイツ語話せますみたいなレベルだとまだまだ足りないふうに感じていて、それを達成していれば別に C1 を受けなくてもいいんですけれども、個人的にまだもう少し頑張りたいっていう気持ちもあって、でその頑張る上でやっぱり目標を持つっていうのはすごい大事だと思っているので、
まあ、その C1 をまあ目標にしつつ自分のまあ満足にいくのはドイツ語レベル、まあ、きっと語学には終わりは多分ないと思うんですけれども、英語でもまだまだ学ぶこと多いですし、続けていかなくちゃいけないあの言語なので、まあ、きっとドイツ語もそうなる気はしていて、多分終わりはない気がするんで、まあ、ただちょっと次のステップアップとして目標は C1 を持ってます。一応1回ぐらい受けて、その自分が C1 レベル、自分とその C1 のレベルの差を少し可視化見たいなっていうふうには思ってます。やっぱり何かしらの指標がないと続けるのも難しいですし、どういうふうに勉強したらいいのかっていうのも、まあ、方針も立てにくいので、まあ、1回 C1 の試験を今年受けて、まあ、そこから何を改善しなくちゃいけないかとか、そういうふうには計算したいなっていうふうには思ってます。そうですね、まあ、この2つですね、ドイツ語の、まあ、1年間で、今はもうドイツ語の授業はもう週3って結構多かったんで、これからは受けない予定ですけど、だその分ちょっとドイツ語このスピーキングのドイツ語のスピーキングの頻度は少し増えるというか増やそうかなというふうに思ってまして、まあ多分週2ぐらいになると思うんですけれども、まあ、週2で、まあ、ドイツ語のスピーキングを継続的に続けたり、あとはもう少し幅の広いトピックを選んでライティングウェブサイトに自分でドイツ語の日記とか書こうかなっていうふうにも思ってます。そうですね、そのぐらいですね。まあやっぱり多分続けることが僕はすごい大事だと思ってるので、語学に関しては、まあ、語学に関わらず全てのことは続けることがすごい大事だと思ってるので、まあ、もし皆さんも何か続けたいこととかあれば、僕、まあ、そもそもこのレネネミッドミアって、まあ、僕と一緒に学び続けようっていう感じで上げたんですね。だから僕が何か教えるっていう動画ではなくて、まあ、たまに例えばドイツ語で上げてると思うんですけれども、あ、ナオトまた上げてんのかみたいな、そういう感じで思っていただいて、あ、じゃあナオトも上げてんのったら俺も勉強続けてみようかなみたいな、なんか、まあ、僕がこう続けている姿勢を見て何かモチベーションにつながってもらえればなっていうふうに思ってます。やっぱり、まあ、日本語でももちろん何か刺激的というかモチベーション向上のための何か動画とか作れればいいんですけれども、ちょっと今のところやっぱりドイツ語で話す時間を増やしたいと思っているので、そこはちょっとドイツ語でいろんなテーマについて、まあ、下手くそながら話していきたいなって思っていて、まあ、そうなるとやっぱり日本語の時間がなかなか取れないんですけれども、まあ、どうなんでしょう、まあ、もちろんそのドイツ語の学習もそうですし、いろんな方がそういう学習方法とか挙げてらっしゃると思うので、僕は多分そこのお手伝いじゃないのかなっていうふうに自分で思っていて、まあ、その学習方法というよりかはいかに続けていくかっていう、その、まあ、継続の方に、まあ、フォーカスを置いているので、そこで何かお力添えできればなっていうふうに思ってます。はい、じゃあこんな感じで今日は、今週すごい天気いいんですよね、ミュンヘン。だから来週もすごい天気いいですけど、はい、じゃあありがとうございました。また次回お願いします。